ちょっと皇室にいるでしょうということで、まあ、ありがとうをね、この場を持って伝えさせて
ていただきます。おめでとう。はい、ということでですね、まずね、ナッチ生誕祭ということで、まあちょっと特別な日ということでですね、まあ、若干テイストを、まあ、今回ねアイドル曲から始めてみたりとかちょっとテイストを変えてみたんですが、ちょっとね、まあ、一部の人はもう見たよって思うかもしれませんが、2曲目ちょっといつもと本当違う曲を持ってきました、私ね知ってる方もいるのかいないのか、もともとグループやってまして、そこで私がもう初期の頃にセンターでやってた曲を、今回ちょっと歌わせていただきたいと思います。もういつものね、ローン上等ってやってるねかっこいい私をいつも応援してくださってますが、まあ、ちょっと今回はねせっかくの生誕祭ということでいつもと違う可愛い私の曲で盛り上がっていただけたらなと思っておりますので、このままちょっと皆さんとね今盛り上がったところでこのまま2曲目聴いていただきたいと思います。めっちゃ久々にやります。聴いてください、プラチナディスコ。
飲んでる姿もかわいい。はい、転がってる姿もかわいい。はい、ありがとうございます。ということで今日はね、ちょっと2曲連続アイドルとアニソンとね、まあちょっと今日は可愛い姿を堪能してもらおうかなと思って皆さんに聞いていただきました。盛り上がってくれてありがとうございます。でもでも3曲目といえばあれかあれじゃない、なになに、3曲目といえばみんなあれが見たいんじゃない、本日あれみんなみかんなのかな。ちょっと顔が上げられないな。クレームシーク。5月22日にですね、妄想撮影会に
に参加させていただきます。街ブラもスタジオもありますのでね、ぜひぜひ私の今のライブ見て、あ、ちょっといいなって思ってくださった方はですね、まだ枠いっぱい空いててね、ちょっと寂しいのでぜひぜひご予約していただけたらなと思います。あとですね、私、5日小指ですね、先ほどちらっと言ったんですけど YouTube やってます。あのすくみずでヨガやったり、いろいろそういったね面白いこと挑戦してますので、まだおおまだね一回見たことないよって方は、チャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。ということで皆さんありがとうございました。こんな時代に論者といつ